はいさーい、皆さんお久しぶりでございます。最近は新型ウイルスの影響なんかでなかなか外に出れない日々続いてますよね。カメラ好きの皆さんがね、どう生活されてるのか気になるところです。僕もですね、最近はこの写真とか動画撮影する機会がめっきり減ってですね、まあかなりフラストレーション溜まってますよ。でもまあこういう時期こそね、こう家の中でできることってあると思うんですよ。まあ、家の中で写真を撮影するっていうのも全然できますし、それからもう一つね、編集技術をアップさせるっていう、そういう機会になってるのもいいかなと思うんですよ。なので今日は家の中で撮影した写真をおすすめの編集ソフトで編集する方法っていうのを皆さんに教えていきたいと思います。使うソフトはね、こちらです。ルミナー4というソフトなんですけれども、まあね、かなり最近有名になってきてるんで知ってる人も多いのかなと思います。僕普段ね、仕事の撮影なんかではアドビ系のソフトを中心に使ってるんですね。まあその編集フローとしては、最初にライトルームである程度写真をこう追い込みます。露出とかね、色味とかそういったものを設定していって、でその後フォトショップの方に投げてですね、でフォトショップでまあ肌の補正だったりとか、それからライトルームでできないようなまあマスクを使った細かい作業ですね、なんかをやって書き出すっていう、まあ二重のこうワークフローがあるわけなんですよね。特にねフォトショップ使った人とかだと分かると思うんですけど、あのマスクをね自分でこう指定するのって結構難儀だったりしますよね。まあ、そういう部分もあったりして、初心者とか中級者の人ってのは写真編集っていうことにかなり苦手意識というかね、ハードル高く思っている方多いと思うんですよね。で今回紹介するこのルミナー4というソフトなんですけれども、 AI が搭載されていてですね、今までこう人が面倒くさい作業を手でやってたものとかを全部自動化してやってくれるっていう、あのそこがすごい大きなポイントになってるんですよね。もう例えば極端な話でいくと、あのすっごい曇りの日とかあるじゃないですか。曇りの日なんかでもルミナー4を使えば一瞬で晴天に変えることができたりするんですよ。これってすごくないですか？これをフォトショップなんかでやると、こう空にね、マスク、空だけにマスクかけて、木とか、これが結構めんどくさかったんですけどね、あのそういったこともできるということで、まあまあ前置きはここまでとしてですね、家の中で撮った写真を編集していきたいと思います。サンスタ。はい、ということで早速こちらの写真なんですけど、これはねつい先日たまたま晴れた日があったんで、ちょっと近くの海に行って撮ってきた写真なんですよ。って言ったら皆さん信じますかね。まあ実はねこれそういうことじゃないんですよ。それでは種明かしをするので、まずこちらをご覧ください。はい、お分かりいただけたでしょうか。この写真ね、家の中で撮った写真なんです。外ですらないっていうね。元の写真で言うとこんな感じです。ルミナー4を使えば家の中にいながら外で撮ったかのような写真を作ることが簡単にできちゃうんですね。それでは種明かしをしたいと思うので、一度ルミナー4の画面を見ていきましょう。今皆さんが見ているのがルミナー4の編集画面となります。でこのルミナー4面白い機能がありまして、ちょっとねこちらのボタンを見てみてください。なんとですね、スライダーが出てきて、分割画面でねこういう風に編集前と編集後を簡単に見比べることができるんですね。これはねめちゃくちゃ便利な機能だと思います。要するにこの写真がこの写真になるわけなので、さぞ難しいことをしたんだろうなって思う方もねいると思うんですよ。実はね大したことやってないんですね。これがルミナー4、最初に立ち上げるとこのような画面になります。でここ見てください。左上にですねプラスというマークがありまして、こちらを押すと画像の取り込みができます。フォルダごと取り込むか写真1枚で取り込むかの選択ができますので、今回は写真1枚だけ取り込むということでやっていきたいと思います。先ほどの写真を開きますね。するとこういう感じでね、こちらに読み込みが完了します。で、基本的なねあの機能っていうのは全部この右側に固まっておりますね。まずは、先ほどの空をどうやったのかっていうのを再現していきます。こちら見てください。右側見るとねこのパレットマークあります。ここにカーソルを合わせるとクリエイティブという文字が出ますね。で、こちらを押しますとこのような感じでねいくつかの項目がずらーっと出てきます。先ほどの空を再現するにはこのスカイリプレイスメントというものを使います。こちらを、ポチッと押してみましょう。そうするとですね空のセレクションというのがあります。まあ、要は空の種類を選ぶわけですよね。ちょっと一個試しに当ててみますね。適当にこういう感じで青空は青空でももう雲の形から何からいろんな種類があったりしてですね、それからこういう夕日の時間帯に近いのかな、ドラマティックスカイってなってますね。こういうドラマティックスカイシリーズがいっぱいありまして、でそれだけじゃないですよ。
宇宙もありますからね。これちょっと占い師みたいになっちゃってるけど、まあこんな感じでいろんな空があって、それをセレクトすることができます。あの手動でやることもできちゃうんですよ。こちら見てください。マスクを編集っていうボタンありますね。これを押すとブラシツールに切り替えることができます。で、ブラシツールを押すとこんな感じでブラシのマークが出てきますね。でこれね、サイズもこうやって、好きに変えることができます。はい、こんな感じですね。自分で空をこう書き足していくっていうモードなんですね。こういうのをやると、あの手の際のところまでね、結構綺麗に塗れちゃったりするので、あのおすすめですね。使いやすいです。雑に塗ってもですね、ここからここまでが空だなとか判断してくれて、こういい感じでね、空の色をつけてくれるんですよね。そこら辺が優れてるなと思いました。基本的に髪の毛 もうこんな感じで上からこすっちゃっても、ちゃんと髪の毛の間と間に空をね、こう描写してくれるんでいいですよ。ホライズンブレンディングってありますよね。地平線のことですよね。こう地平線の強弱を操ることができるんですね。なので、地平線を思いっきり出しましたね、先ほど僕は。でそれだけではなくて、地平線の位置なんかも調整することができます。こういう感じでね、少し地平線を下に下ろしてあげると、あのより海感が出ますね。あんまりね、海の腰が高いとね、海感出なくなっちゃうんでね。でこれだけでもまだ甘いです。で、続いてね、あのモデルの明るさに対して空の色がねちょっと暗いんで、空の露出を上げていきますね。こちらのスライダーバーを使って空の露出を上げていきます。はい、こういう感じですね。これで結構ねバランスが自然に取れるようになってきました。でそれからですね、もう一つ重要なポイントがあります。一眼レフカメラなんかでこういう風にモデルを撮ると、背景って必ずね綺麗にボケるんですよ。なのでボケを入れないとすごく不自然な合成みたいになっちゃうので、こちらを見てください。このスカイデフォーカスっていうものですね。こちらを、スライダーを思いっきり右にやると、ちょっと皆さんは空見ててくださいね。いきますよ。はい、しっかり背景ボケてくれましたね。こういう感じでね、あのボケの度合いっていうのを自分でこういい塩梅で調整していきます。このぐらいかなっていうところでね、やっていきます。はい、そうしたら一度これ閉じますね。こういう感じで、簡単に合成ができちゃいました。で基本的な項目をいじる場合はこちら、エッセンシャルっていう項目がありますね。このエッセンシャルに戻ると、いろんな補正ができます。例えばこのライトでしたら、元の写真のねこう露出をしっかりと調整することができるので、少し明るくしてねバランスを取ったりしながら、次はこちら見てください。ポートレートっていう項目がありますね、右側。このポートレートという項目を開くとですね、こういう風に AI スキンエンハンサーですとかいろんな機能が出てきます。この AI スキンエンハンサーっていうのがすごい優秀で、肌をね一発で綺麗にしてくれるんですよ。見ててくださいね、このあたり。いきますよ。ブン。わかります？この差。ほら、違ってるでしょ。で、みんなに注目してほしいのは目です。目、 AI が目の位置を判別してくれて、目だけはぼやかさないようにしようというふうにですね、あのパーツを避けてちゃんと肌だけをきれいにしてくれるんですね。その結果こういうふうにねツルツルの肌が出来上がるわけですよ。やりすぎはあんまりいかんですけどね。これもね AI 任せにするだけじゃなくて、こちら、マスクを編集っていうのを押すとブラシが出てきますので、先ほどと同じようにブラシでねこう自分が、滑らかにしたい部分を塗っていくっていうこともできます。どうですか？結構面白い機能が満載ですよね。そんで最終的にデザインソフトに投げてデザインしちゃえばこんな感じ。もうまさに広告のそれですよね。よく見ると思います、こういうの薬局とかでね。とまあネタ写真みたいな感じで作りましたけど、こういうねちゃんとしたポートレートでも使うことは十分にできます。まあ例えばなんですけれども、こちらですね、クリエイティブを押していただいて、また AI スカイリプレイスメントを押して、で空ですね、こんな感じで夕日に選択すると、見てください、もう一発でこんなに綺麗な夕日になりました。すごいですよね。ちょっとオフにしてみます。こんな感じね。うん、こうやってね、曇りで空が白くなっちゃった日とかも、自分の思い通りの空にすることが簡単にできちゃいます。でこれなんかももうちょっと追い込むことができてですね、こちらのスカイリプレイスメント一回閉じます。クリックしたら閉じますのでね。でそれから例えばじゃあ太陽光行きましょう。太陽光、太陽の位置を指定するとこんな感じで、ね、ピンが出てきます。で太陽の位置をここにしますね。その後ですね、量を決めます。はい、こんな感じでね、太陽をビヤーっと出すことができますね。で、太陽の線の本数がちょっとうるさいので、この本数を減らしますね。
こうかな、はい、でサングローといって、まあ、俗に言うハレーションですね。これをこうやって上げれば上げるほどちょっとノスタルジックな感じっていうか、あの逆光の中でファッとした雰囲気で撮ったっていう感じになりますね。で、こんな感じで日差しの暖かさなんかも選ぶことができたりしますね。あんまりやりすぎるとあれなんで、ちょっといい感じでこのぐらいに留めておきましょうかね。でその後、こちらですね、エッセンシャル、基本的なことをいじるところにまた戻ります。でするとですね、ライトってのがあるので、ライトを選択すると、露出全体的な明るさをね調整することができますので、これで少し全体的な明るさを出してあげますね。はい、するとこんな感じでいかがでしょうかね。だいぶね、違うと思います。ちょっと編集前と見てみますね。はい、こちらが編集前です。これが編集後、これ編集前、これ編集後ね。こんな感じでね、ほんとノスタルジックな写真っていうのが、シネマティックな写真が簡単にできちゃうので、こういう安いソフトの中でここまで本格的に使えるっていうのは、正直ルミナー4以外にあまり見たことがないですね。サンスタ、はい、ということで皆さんいかがでしたか。結構面白かったですよね。なんかね、僕こういう遊び心があるソフトって好きで、こう開発者がきっと写真とかクリエイティブなことが好きなんだろうなっていうのが伝わってきてね、今後のアップデートとかでどういう機能が追加されるのかなとか、そういうのもすごい楽しみになってきますね。こうやっぱり初心者とか中級者が編集ソフトを選ぶ時のポイントとして、ワクワク感っていうのは僕はかなり大切だと思うんですね。あと使いやすさ、このワクワク感と編集の簡単さっていうのがないと、だんだん面倒くさくてね、ソフトを立ち上げるのも億劫になってくるんですよ。なのでそういった意味ではこのルミナー4はかなりいいなと僕は思いましたね。まあ、ということで僕の総評としては、本当に使いやすくて簡単なソフトですし、他のソフトで、ね、少し毛色が違うような部分もあったりして、こう開発コンセプトが面白いなと、まさにこう写真を楽しむためのソフトだなというふうに思いました。まあ、ただね、今後の改善の余地があるポイントってのも一つありました。まあ、企業案件とはいえね、欠点を伝えていくっていうのが僕の役目だと思ってますから、ちょっとこの辺りははっきり言いたいと思います。まずね、動作が全体的に少しもっさりしてるなっていうのを感じました。画像を読み込むときにこう一瞬ぼやっとしてプッとはっきりするってあると思うんですよね。読み込み中のぼやっとした時間がかなり長いっていう感じです。まあ、とはいえですね、ローデータですからカメラの画素数なんかにもよると思いますし、それから皆さんが使っているパソコンのスペックにも当然よります。作業に支障をきたすっていうレベルではないですので、このあたりも含めてね、こう徐々にソフトの方がね、アップデートなんかでブラッシュアップされていけばいいのかなというふうには思ってますね。はい、ということで最後にお得なお知らせがあります。概要欄にね、クーポンコードを貼ってますので、こちらのクーポンコードを使うと 10% オフになります。いやー、いいですね。無料で使える期間もありますので、一度ダウンロードしてみてですね、無料版を使ってから、購入するかどうか決めるっていうのも全然ありかと思いますので、ぜひそのあたりも含めてね、試してみてください。はい、ということで本日は久しぶりに写真系の動画でしたけれども、参考になりましたでしょうかね。よかったなと思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 See you!